じゃあ、進化の方なんですけど、火炎コンバートですね。まあ一番多分性能近いのはバハムートとかになるかな。まあ数値的にもコンボスキルの、最大値的にも。そうですね、初手で最大火力は出せないんで、まあ、バハムートの方が瞬発力とか火力が高そうですけど、どれぐらい差あるんでしたっけ。ああ、300ぐらいですかね。バハムートの差は300か。でも HP がだいぶ違うからな。そうっすよね。フレムレリアも結構強いんですよね。コンボスキルフレムレリア強いんで。ああ、そうか。あとリンナもいたか。火炎コンバートは。竜ゴマの火炎コンバートこんな感じか。あとはちょいちょい神にも火炎のコンバートとかいるんで。まあ好きなキャラクター選ぶっていう感じですかね。でもバハムート入れてる人は交換になるかな。エスとレイリアと。あでもそもそもちょっとコンバートに神の S ゴマしか入ってないっていう説もあるんですけど、ちょっとテンプレ見てみるか。ああ、そうですね。コラボのシズさんもいますよね。ちょっとコンバートのテンプレ今見てるんですけど、ランキング的には、でも1位アステールで2位あれか、バハムートか。で、3位にプロキオンがいて、で、4位がフレムレリア。で、5位が、イシュタルですかね。ああ、でも意外と火力の方重視してんのかな、これ。いや、どう？ちょっとコンバート全然使わないからな。イシュタル、アステール、ウォルプダース、プロキオンの神 3S アタッカー？ 4S アタッカー全部それにして HP 高めるっていうのも全然ありですもんね。あ、そうですね。こいつはコンボスキル相手のキャラ依存ですね。まあ、ただ上昇値は20ずつなんで、相手のキャラゴマ5枚いないとこれ最大値いかないですよね。掛け算じゃないんで、これ足し算ですからね。いや、どうなんのかな。フレムレリアコンボスキルなんかパーセントで 1.8 倍とかでしたっけ。あ、違うか。自分のコマが2枚あれば 1.8 倍いけんのか。HP 条件だとちょっとめんどくさいんですけど、アステールが確か HP 条件ですよね、コンボスキル。まあ、数値は高いんですけどね。どうなるんすかね。ちょっとコンバートはなかなかわかんないな。まあでも、ランキング、編成ランキング的にはバハムートが上位に来ちゃってるんで、でもわざわざバハムート入れてるっていうことは火力を重視してるっていうことですよね。そうなっちゃうと、このエストレリアは、火力ね、バハムートよりは出ないんで、むしろ HP を重視してるんだったら多分、あれなんだよね、エストレリアとかバハムート入れないで神ゴマにすると思うんで、ちょっとエストレリア中途半端になっちゃうかな、そうなっちゃうと。どっちつかずですよね。火力重視するんだったらバハムートになりますし、HP 重視するんだったら神ゴマになりますしっていう感じなんで、まあ、ちょうど間を取っていいとこ取りっていう風に考えられなくもないですけど、どうすかね、この HP の竜ゴマの差をどう考えるかですよね。まあ、あとあれか、竜ゴマだから、コンバートの条件を満たすために、まあ、バハムートとか、渋々入れてる人は、まあ、エストリーレンするっていう説はありますよね。あ、確かにそうですね。ロイヤルバトルじゃ使えないですね、超ゴマなんで。まあ、進化の方は、まあそんなにっていう感じですかね。無理に今取りに行かなくてもっていうところですかね。まあコンバートめちゃくちゃやる人だったら全然いいと思うんですけど。まあとりあえず評価としてはそんな感じですかね。まあとりあえずいいところとしては、HP が高いっていうところですね。竜ゴマにしては。相当高いですね、これ。じゃあお次、問題の10日見ていきましょうか。運営さん的には、速攻竜向けのバーストバリアってなってはいるんですけど、これ本当に速攻竜向けかな。なんか、チャージ流とかの方が活躍しそうな感じしますけどね。で、スキルが、50% 以下じゃないと使えないっていうのが、まあ一つネックになるかな。でも速攻率と HP 低いから、まあ逆に 50% 切りやすいっていうのはあるんですけど、コンボスキルもね、2.5 倍までいきますからね。てか 2.5 倍ってすごいよな。HP 半分の時に、1.75 倍ですね、これ。ちょうど HP が半分の時にそうなるんで、まあ 1.3 倍の囁き2枚よりは出るっていうことか。でも速攻竜こいつ入れたらちょっとアタッカーマジで少なくなりますからね。ティアマと竜フェリはまあ固定で、残り2枚で、まあこいつ入れたとすると残り1枠ですからね。まあテュポンは抜けるかな。でも HP 高いからな。あと極炎とちょっとだけ火力も出るんで。あとはまあエキドナだよな。エキドナはまあそいつ、エキドナ自体の火力が高いんで、なんか普通に、なんだろう、エゴマぐらいの火力出しながら、さらに次のターンにもバフかけられて、デバフもかけられるんで、マジで優秀なんですよね。速攻竜で枠あるかな。でもアタッカーそうすると竜フェリーだけになっちゃうよな。竜フェリーとエルケスでなんとかするのか。きつくねえか。いや、枠はあるというか、枠は入れようと思えば入れられるんですけど、アタッ
カーがちょっとあまりにも少なくなりますよね。暗黒も結構自分ありだと思ってるんですよね。これ 50% 以下なんで、暗黒だと、捕食していくんでなんか使えないように思えるんですけど、実は暗黒で HP 減らないっていうことはそれ有利デッキなんで、別にこいついなくてもいてもあんまり変わんないんですよね。で、逆に暗黒がなんかもうすぐゴリゴリ減っちゃうデッキって、対アタッカーデッキなんで、ラニとか、神弾とかとマッチングしてるっていうことなんで、そういった時にこいつ結構使えそうですけどね。こいつ貼ってコンボスキル確定して、シェンメイでドンみたいな。コンボスキル 2.5 倍いきますからね、最大。まあ、あとはマネキとマッチングして、なんだろう、アンチヒル出されてこいつ出すとか。結構暗黒も割と、まあ、使ってないですけど、なんか面白そうな感じはするんですよね。時活がなんか2ターンで、2400でちょっと中途半端なバーストバリアだったんですけど、こっちの方がワンチャン面白いかな。まあ、でも結局、時活も使わなかったんだよな。一応ゲットしましたけど。ちょっと使いづらかったっすわ。ウーシーさん、でもバーストバリア置いた後のターンだと HP 減りづらいからコンボの倍率。そうっすね、それはありますね。4000は、まあ、S ゴマ1枚分のスキル分はね、カットできますからね。まあでも一番考えられるのは、まあでもやっぱ速攻竜かな。まあ、こいつ登場してチャージ竜が流行る可能性はまあなくはないですけど、まあ、速攻竜、チャージ竜、ワンチャンの暗黒っていう感じですかね。あとこいつが入るようなデッキはないよな。さすがに。抜くんだったらデュポーンになりますかね。エキドナは入れてえよな。速攻竜。ナビヤキさん、暗黒で使うとなると S 捕食かバフのどっちかね。そうですね。抜くんだったら S 捕食かな。結局4000のバーストバリアって S 捕食分、まあ、コンボなしの S 捕食分よりかは簡単に HP 漏れますからね。ミニエラも1枚返しとかだとどうかな。4000はいくか。まあバフがかかってるかかかってないかによって4000超えるか超えないかわかんないですけど、まあ S ゴマ、S 捕食1回分ぐらいのね、HP は持ってくれるんで。こいつは、いやーでも使ってみてな。こいつちょっと可愛いし、ゲットしに行こうかな。こういうキャラクター、 あれっすわ、結構好みっすわ。これ髪の色がピンクなんで、もしかしたらインランキャラクターな説もあるんで、インピの可能性もありますね。これてか服装もなかなか、これあれだからな、胸のあたりがなかなかいかついっすからね。ということでね、今回ね、速攻流、一応ね、速攻流向けの、新キャラクターということでしたが、実際に速攻竜で使われるかどうかは少し疑問ですね。なんかチャージ竜の方が強そう、こいつは。まあでも使ってみたくはあるな。オッケー、じゃあとりあえずね、こんな感じで新着オセロニア鑑賞会一旦終わりましょうか。あとなんか情報ありましたっけ？特にないですよね。進化と投下だけなんで今回。